はい、おはこんちくわ。何しびっとんねんいう話。寒い、今雪降ってます。大阪は雪。これ久々にもう寒うてね、けど汗かいとん。来すぎ、来すぎた顔。これもサブーでね、ほんまに。最近ほんまサブすぎてね、服、これも引っ張り出してきたんですよ。いっぱい服、もう何年も着てへん服をね、引っ張り出してきてね。これは去年着とったんかもしれんけど、もう前にも言うたけど、10年ぐらい前の服とかね、引っ張ってきて、もういっぱい着てるみたいな。はい、121-76。121-76。ほんであれや。あ、これと、これと。で、ちょっと測ってきますさ。よいしょ。よっこしょ、どっこしょ。もう来たままね。はい、いった。はい、来たままで 73.1。 実はね、今風呂入ってきたんですけど、真っ裸すっぽんぽんで71キロ切ってましたわ。激痩せやね。で、今風呂がね、もう風呂も冷たい。これ多分寒いからやろね。今の風呂いうのは湯だけしか出ませんやん、沸かせませんやん。特にここらボロアパートやからね。もうあんな給湯器も何十年前の給湯器ですやん。でもマックスにして、ほんでそれでもぬるい。だからほんまやってあんなマックスにしたらもううわっつーぐらいになるんやけど、それでもぬるいみたいなね。だから風呂使っとってもぬるいですわ。まあそんな話ですわ。ほんで何、体重測った、血圧測ったで、桑田が巨人に復活を言ってね、新聞も一応買ってますねけど、で、巨人ファンちゃいますって言うとけど、で泣いた。あ、ほんでね、このさっきの時着るもん行さんいろいろ何枚も着てまんねん話ねしてますけど、それでね、洗濯も用するようになってね。昔いうか去年いうかね、ちょっと前までやったらね、その家で着る服なんかそんな洗濯しませんやん。まあ下着は買えますよ、風呂入ったらね。その上に着る家着いうのはそんな買えへんかったんですけど、最近家着もよう洗濯するようになりましたわ。なんかね、はい、まあそれだけの話や。で、何やった。ほんで、せいせい、昨日ね、コメントでも教えてもらったりね、で、ニュースでも見たんですけど、ニュースってヤフーニュースね、要は、我々お世話になってる、緊急小口資金とかね、総合支援資金、お借りしてから1年後から返さなあかんっていうことで、本来なら今年の、まあ、借りた次からね、早い人やったらもう3月ぐらいから返済があって、我々で5月ぐらいから返済があるのかなっていうことをやったんですけど、それが1年先送りになったよってね。来年、令和2022年やから、令和今さに令和4年4年から返さなあかんよこっちはね、っていうことに決まったということで、まあね、助かる人もおりゃ、どうやろう。これね、その
今の段階ではね、私は変わると思うんですけど、住民税が非課税の世帯、住民返済時に所得の減少が続き、住民税が非課税の世帯になっている場合は返済を免除ということなんですよ。ということは、返済時に住民税が非課税の世帯でしょ。ということは、今も仮にこの3月から返済の期日やったとやった人がおるとしますやん、去年の3月から借り取って、で今現在住民税非課税世帯になってたとしますやん。ほんな非課税世帯やから返済免除ですやん。ところがこれ1年に先送りされたことによって、働かんと飯食われへんわけやから、今は仕事がないとかいろんな事情でね、苦しくやってはるんですけど、それがやっと仕事が決まったと、ほんで収入も得るようになったと、ほんで何住民税非課税世帯じゃない世帯、だから普通の世帯になった場合ね、どないなるん。1年前ほんまや返さなあかん時は住民税非課税世帯やったのに、働くことによってそうでなくなったと、ほんなら返さんとあかんのかいう話ですやん。それはそれでね、悲しすぎる話ですやん、ね、だからその辺どうなんか、またちょっとね、詳しく調べてみようと思ったり、詳しい人は教えてもらえればねありがたいんですけど、私の場合はね逆になるパターンなんかな。今私はね、この令和2年の5月で退職してますねんね。令和2年5月末で辞めて、6月から今までずっと無職ですやん。だから収入ゼロなんですよ。けど、これ何前年度のどうのこうの収入がどうのこうのですやん。だから私はその5月末で辞めた時点はもちろん住民税非課税世帯にはなれへんのんですけど、この今年度この3月末で一回閉めるんかな。その辺も私詳しくよう知らんのですけど、だから働いたんが4月5月ですやん。4月5月働いて辞めたと。ってことは働いたのは2ヶ月間やねんけど、私退職金ももらってますね。だから4、5働いて退職金ももらってるということになれば、住民税課税対にはならんよって言われてますね、収入があるから。ということは私はほんまやったらこの5月か6月から返すなあかんときは住民税非課税世帯ではないので返済せなあかん立場なんですけど、これが1年延びたことによって、今後私が無職のまま続いていけば当然収入ゼロ、1年間ゼロになるわけやから、住民税非課税世帯ですやん。ほんなら何免除になるんかっていう話ですやん。これはね、どうやろう。ただね、1年間無職でお前どない飯食うていくねんっていう話なんですけど、まあそういうパターンの人もね、出てくると思うんですね。だからその辺ね、どうなるんやろう思ってね、ちょっとまた調べなあかんな思ってね、思ったりもしています。はい、ということで、顔赤いな。まあまあね、大変ですけど、大変、コロナで大変、寒いので大変でね、ほんまに表が人がおるとかおらんとか、お店はガラガラとかね、まあ、いろんな話ありますけど、はい、まあまあ、はい、気をつけて、では失礼します。以上、総代。最後までご視聴ありがとうございました。